教えて妖怪先生。今回のテーマは虹や雲の数え方は何？教えてくれるのは農会センター対馬校安永京太郎先生。まずは虹の数え方です。あまり数える機会もないのではないかと思うんですけれども、実は定まった数え方はありません。このようにですね、まず虹を細長い光の集まりとして捉えて、本、筋、あとあまり聞きなじみないと思うんですが、上という中国由来の数え方があります。他にも詩的な表現として使う場合、空にかかる橋に例えて京という数え方もするんですよ。そして雲の数え方に関してなんですけれども、実は形によって数え方が変わってきます。例えば細かくて小さい雲、これを指す場合は一つとか一辺。そして飛行機雲、細長いので先ほどの虹と同様、本、筋、上というふうに数えます。ちょっとここで質問です。では入道雲、夏に出てくる大きな入道雲は一体どのように数えると思いますか？ヒントは山と同じ数え方。答えはザです。実は山は昔仏様が山頂に座っていたとされていて、それに由来した数え方があります。他にもウサギは大きく長い耳が鳥の羽に見えることなどから、昔からの習わしで和とも数えられるんですよ。このようにいろいろと調べてみると面白い由来はたくさんあります。ぜひまた調べてみてください。